ベガスゴールデンナイツはアメリカ合衆国ネバダ州パラダイスを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。北米主要スポーツリーグには長らくラスベガスをホームタウンとするチームがなかった。1991年に NHL の屋外試合を契機に徐々に NHL チーム誘致が本格化するが頓挫していた。その後2014年8月。 MGM リゾーツ社による新アリーナ建設をきっかけにビル・ホーリーが NHL チーム誘致を表明。2015年、ケベック式と新チーム誘致との争いとなり、2016年6月、ラスベガスに NHL チームを新設すると発表した。同年11月にチーム名を発表。本拠地は T モバイルアリーナである。1年目のシーズンはヘッドコーチに 前期途中まで、フロリダ・パンサーズのヘッドコーチだったジェラルド・ギャラントを迎え、拡張ドラフトで、ピッツバーグ・ペンディンズから、マーク・アンドレ・フルーリーを、ナッシュビル・プレデターズからジェームス・ニールをそれぞれ獲得した。10月6日の開幕戦で、ダラス・スターズを2から1で破り白星スタート。10月10日に行われたホーム開幕戦では1日に、起こった、銃乱射事件の追悼セレモニーが行われ、 58人の犠牲者を痛み58秒の黙祷が捧げられた。その試合でアリゾナ雇用手ズに5から2で解消し NHL のエクスパンションチームとして初めて開幕3連勝を記録した。その後2018年3月31日のホーム最終戦において58番をチーム初の永久欠番に認定したパシフィックディビジョンで優勝し プレーオフでは決勝に進出。カンファレンスファイナルではジェッツに4勝1敗で、創設1年目で、キャンベルボールを獲得し、スタンレーカップファイナル進出を果たしたが、ワシントンキャピタルズに1勝4敗で敗れ、創立1年目での快挙はならなかった。ありがとうございます。